だいるぞ。どうする？ターボー、梅原一家ご苦労だったな。おかげでこんなの見つけたぜ。乗ってく。当然。けたまねしやがって、ぶち殺してやる。いい加減にしろよ。行くのか？行くか？またエレベーター。多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。誇りっぽいんだよな。本当に桑名もここですか？こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ？だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。
やあ、どうなってる？俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。苦しそうな顔してやがる。よし、すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってな、この。一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって？邪魔すんな。間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって？お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあ、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線超えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、さっさと終わらせようか。
き合ってもらうよ。後ろだ。からでも来な。覚めた時、お前を守ってた闇はもうどこにもねえ。バンドにも見捨てられてんだろうな。何が秩序のための必要悪だ。一生檻の中で恥さらしてろ。また済んだみてえだな。よう、そいつに近づかない方がいい。
それ以上引き出すと仕掛けてある爆弾が起動する。何？そして俺がこいつを操作してもやっぱり爆発する。なんだよ、そいつ味方になったんじゃなかったか。河合の死体がある限り楠本さんは解放されない。だから俺が始末しとく。お前らはそこを離れてくれ。桑名、ダメだよ。ダメじゃない。もともとこいつが俺のプラン B だ。お前らが間に合わないようなら相馬と一緒にこいつを吹き飛ばしちまうってな。でも相馬を殺しちまっちゃ奥の黒幕には届かない。楠本さんはしがらみから逃げらんねえままだ。彼女には自首させてやれ。このまま全部隠し通したってあの人は何からも解放されないよ。罪を抱え込ませることになる。たった一人でな。その時あんたあの人のそばにいてやれんのか。できないよな。あんたももう闇ん中でしか生きられない人間なんだから。自首したら彼女またミツルと会えなくなるんだぞ。13年かかってやっと目覚ましたミツルと。それがお前の望む正義か。誰もが全員幸せになれりゃいいと思う。でも今俺が目つぶったら沢先生の犠牲は何だったんだ。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ならここにいる全員丸ごと吹き飛ばすしかねえ。できんのかあんたに。そっちが引かねえなら俺はやる。今まで何人殺してきたと思ってんだ。いや、あんたがそこまでのクズなら俺らはこんなとこまで来ちゃいない。あんたを助けに来たりしなかった。誰も手出さないでくれ。俺にはよ、タボ。桑名の言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。
死ませたくないんだ。人を幸せにしない真実に価値なんてあるのか。そうやって真実隠した結果が沢先生を死なせたんじゃなかったか。楠本さんのことはもう楽にしてやれ。本当はあんたも気づいてんだろ。歪んだ正義にはまた別の身勝手な正義がつけ入ってくるんだよ。その正義に言わせりゃ自分のやってることは正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。俺はそんなんじゃねえ。そうかもな。どの正義が正しくてどの正義が間違ってるかなんて誰にも分からない。でも沢先生の犠牲を踏みつけにして真実隠して誰が幸せになれる。そんなもん誰が望むんだ。真実だけが誰にとっても公平にそこにあるものなんだよ。それを沢先生から取り上げないでくれ。秘密を守りきれなかった。顔を上げてください。今日先生がネットに流した河合の死に顔、私も見ました。私が殺した憎い男の苦しむ顔を。でもそれと引き換えに私は沢さんのことも巻き込んでしまった。先生のことも見捨てて裏切った。楠本さん、私は怖くなったんです。いつか満も気づく時が来る。自分の母親がそんな腐った人間だと。そして先生にも。私のためにこんなおぞましい秘密をずっと抱え込ませるなんてやってはならないことだと。そんな間違ったことをさせてはいけないと。だから私は警察に自首します。それでね、ミツル、お母さんしばらく帰れなくなる。ううん、仕事じゃない。でもこれからあなたには苦労をかけることになると思う。
本当にごめん。ミツル？僕のことよりお母さんのことの方が心配だよ。え？お母さんはずっと何か迷ってることがあったよね。それを隠してる。多分僕が重荷になってるから。違う、そんなことない。無理しないで、僕にも分かってるから。実はさっきね、リハビリで少しだけ歩くことができたんだ。13年ぶりに。そう、すごいね。本当にちょっとだけだよ。でもね、お医者さんに言われた。いつか必ず一人で立ち上がって自分の足で歩けるようになるって。その時はさ、お母さんのことを今度は僕が支えるから。僕のことはいいから、お母さんは迷わずにやるべきことをやりたいようにやって。ごめんね、ミツル。ありがとう。はい。アポはいただいてなかったように思いますが。RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官としてカムロ町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として、我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り彼女を操るための。そんな筋書きを表に出すつもりですか？それが真実であるならばもちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果、沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか。あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟はいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。一階の探偵たちが根性を見せてる。あ、そうか。あの高野検事が江上をそんな風にね。ええ、その場にいた真冬から聞いたんです。間違いありません。江原さんは三越場殺害の容疑で再逮捕。楠本玲子も河合真也殺害で、二人は取り調べに素直に応じてるそうです。じゃあ収まるとこに収まったのか、桑名以外は。ええ、
肝心の桑名は行方不明ですからね。そうだな。今もどこかでいじめの加害者を殺してたりするんでしょうか。多分そんなことはないと思います。八神さんに話を聞いた限りでは。あー、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。何でも小綺麗にすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ？うん、そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやりゃ、少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの、そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。感情は八神につけといたからな。なるほど、こりゃおみそれしました。あ、おい、なんだこりゃ、アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ。まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないですか。俺はアボカドをいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。河合の死体はこのまま置いていく。でも俺はここから消えさせてもらう。また闇の中に戻る。なんだと。今桑名を警察に突き出すのは公安に首を差し出すようなもんだ。沢先生の殺害犯にされて、下手すりゃ暗がりで口を塞がれる。それに俺が犯罪を犯したって証拠をお前らは何も持ってないはずだ。いや、だってお前、いじめの加害者ってのを何人も殺し回ってたんじゃなかったのかよ。お前がそう言ってたんだろ。その証拠は何も残しちゃいない。警察には俺を逮捕できるだけの理由がない。法的に言えばお前らは俺が消えるのを黙って見ているほかない。やっぱり法ってのは融通が効かないし不完全な代物だよな。裁くべきを裁けない、救うべきを救えない。俺はそのことをこれからも行動で示していく。ミツルのような子がまだ他にもいる限り、その子たちのためなら俺は自分の手を汚すことを意図はない。じゃあな。あんたの言う通り、法は完全じゃない。今の法じゃ救えてない人もいる。それでも変わり続けてるんだ。より良くなろうとしてる。確かにまだ時間はかかるよ。だから今ある法で救えない人間がいるなら俺が守りに行く。ただしあんたとは違うやり方で。作ったの分かってんだかんね。マジでバレないと思った。何黙ってんだよ。おい、とりあえず言うことあんだろ。ごめんなさい。出たよ、やっぱり嘘ついてんじゃん。おめえクソだな。え、どうなんだよ。おい、嘘ついてごめんだけか。てめえんちの親はしつけどうなってんだこれ。こっち向いて言えよ。私は嘘つきですって。黙ってんじゃねえよ。ああ、気
分悪い。何してんだろあいつら。3対1女の子一人に寄ってたかって恥ずかしい奴ら。誰だよ。くそ、おい来いよ、行くぞ。行くことないよ、そんな奴らと一緒にいることない。なんだよてめえ、関係ねえだろうが。関係ねえけど胸クソ悪いんだよ。ほんとそれな。マジで勘弁してほしいわけ。なんだよてめえら。君たちもう行きなさい。その子から離れるんだ。いやね、私もさっきからずっと気になってて。ほんとね、清涼の子たちでしょ。おい、もういいよ、行こう。大丈夫？すみません。嫌だったよね。ごめん。もっと早く助けてあげられればよかった。警視庁は今日、匿名の通報によって5体もの他殺体が発見されたことを明らかにしました。都内をはじめ全国各地で見つかった遺体はいずれも死後数年が経過しており、匿名の通報内容によると過去悪質ないじめ加害者であった人物たちとのことで身元の特定が急がれています。警視庁は直ちに捜査本部を設置、匿名の通報者が事件に関して何らかの事情を知っているものとして各県の警察本部と捜査の連携を強めていくということです。